スイッチオン。うわうわ、マジかよ。次の水を飲むまでこの吹雪攻撃は続けます。これはなかなかの拷問だね。こんばん、もちもち、ミステリー案内人です。案内人さんたら、もちもちしちゃってどうしたの？実はその大きな声で言えませんが、実は今トイレに行きたいんです。え、我慢せずに行ったらいいのに。でもこのオープニングは私の仕事なので、今日はあの殺し屋がトイレを我慢するお話です。あら、案内人さんがトイレに行っちゃった。みんな最後まで楽しんでね。はあ、もっと刺激的な方法でターゲットを殺したいよね。お兄ちゃんがまた意味のわからないことを言ってるにゃ。彼は殺し屋のカカオアルカラム。殺し屋として着実にステップアップしているカカオは、どうやら普通にターゲットを殺すだけじゃ物足りなくなってきたようです。意味のわからないことじゃないだろうがな。ナイフで刺して終わり、銃で撃って終わり、爆弾で爆発させて終わり、全部単純じゃないか。もはや工場のレーン作業と同じさ。殺し屋の仕事をそんな風に考えてるのはお兄ちゃんくらいだよ。お母さんもよく言ってるじゃん。殺し屋に大切なのは理性的に確実に依頼を成功させることって。作業的になるのはしょうがないにゃ。ガーナのくせに正論パンチとは。でも毎日のことなんだし刺激は欲しいだろ。そうかもしれないけどさ、お兄ちゃんが求める刺激はサイコパスすぎるんだって。こら、二人とも喧嘩しないの。あ、お母さん。お兄ちゃんが普通の殺しは作業的で飽きちゃうとか言うんだよ。いろんな方法でターゲットを仕留めた方が殺し屋としては優秀なんじゃないのかい。そうね、カカオの言うことにも一理あるわ。いつも同じ殺しの方法だと殺し屋としては成長できない。ガーナは爆弾ばかりでしょ。うぐ、それは。ほら、言った通りじゃないか。もちろんガーナの言う通り、一番は依頼の必達。だからこそ無理に変な殺し方はしなくていいけど、たまには違う殺し方も試してみるといいわ。日々鍛錬、日々成長よ。わかったよ。あ、じゃあ爆発したら網縄が出てきて、ターゲットを大量拘束、それから毒ガス爆弾でもう一段階苦しみを与えてみるとかどう？あら、面白そうね。やってみなさい。それからカカオ、あなたには新しい仕事を与えるわ。タブレットにデータを送っておいたから確認しておいてちょうだい。これが次のターゲットか。こうして母であるシュガーからターゲットの情報をもらったカカオ。普通の殺人鬼だね。殺人鬼って時点で普通じゃないんだってば。もう、はいはい。でもどうにかして刺激的でいつもと違う殺し方をしたい。やっぱりお兄ちゃんは狂ってるにゃ。もう何にも突っ込まないでおこうっと。いつもと違う殺し方をするのはいいけど、失敗したら許さないわよ。わかってるよ母さん。ん？ターゲットが毎年出ているこの大会は何だい？情報を確認していると、今回のターゲットがある大会の5年連続の優勝者だと気づいたカカオ。ターゲットの名前はピーホールド。毎年開催される小便我慢大会5年連続の優勝者よ。小便我慢大会？何それ？その名の通り、尿を我慢する大会なんだろう。最高にくだらないね。それがね、意外とこの大会にファンが多くて、賞金は見物客や物好きな富豪から集められていて、金額は実に1000万。1000万？彼はこの大会の優勝賞金のみで生計を立てている。つまりおしっこ我慢のプロよ。おしっこ我慢のプロって、おかしな世界もあるもんだにゃ。でも裏の顔は、狙った相手に尿をかけてから殺す度級の変態殺人鬼だけどね。この世にはいろいろな殺人鬼がいるね。どうやって殺すの？警察にバレないやり方なら何でもいいわ。待てよ。ふっ、ふへへ、ふへへへへ。ああ、
お兄ちゃんがやばいことを考えている時の笑い方を始めたにゃー。どうやらカカオはいつもと違うとっておきの殺し方を考えついたようでした。お兄ちゃん何をしてるの？見たらわかるだろ、特訓だよ。それからカカオは毎日大量のお水を飲むようになりました。カカオは今度開催される小便我慢大会に出場するのよ。どうして？今年も小便我慢大会にターゲットの P ホールドが出場するからよ。ああ、そっか。そのターゲットは毎年その大会に出て優勝してるんだもんね。ってことは、その大会に潜入してぐさっとナイフで刺すんでしょ？違うわ。カカオはターゲットに尿を我慢し続けさせて、それによって殺そうと考えているのよ。はあ？なかなかに狂ったやり方だろ。相手は5年連続優勝者。なんとしてでも尿を我慢し続けるはずさ。どうやらカカオはその大会でターゲットよりも尿を我慢し続けるつもりのようでした。確かに相手は小便我慢大会においてプライドがある。カカオがひたすら我慢し続けたら相手も諦めずに我慢をし続けるわ。でもターゲットは5年連続優勝してるんでしょ。お兄ちゃんが簡単に勝てるとは思えないよ。だから今こうやって修行をしているんだろう。秘策もあるし大丈夫さ。ほんとかな。少なくともいろいろな殺し方に挑戦することはいいことよ。ガーナもカカオの向上心を見習いなさい。これを見習いと言われてもね。こうして尿を我慢することに慣れる修行を始めたカカオですが、カカオが思う以上に尿を我慢するのは大変だったのです。うん、だんだんとお腹が痛くなってきたよ。お水の飲みすぎだよ。っていうか、なんでそんなに飲んでるの？おしっこ我慢するだけなのに。小便我慢大会では水を大量に飲まされるらしいわ。その練習よ。うわぁ、思ってたより過酷なんだね。カカオ、気をつけなさいよ。あまり水を飲みすぎると。痛い。お兄ちゃん大丈夫？やっぱり水の飲みすぎで胃にダメージがあるんだにゃ。違う。これは、膀胱が痛い。もう我慢の限界のようね。とりあえずトイレに行って出してきなさい。わかった。大量の水を飲んだ上で排尿を我慢していたカカオは、すぐにトイレへと駆け込むことに。うわー！お兄ちゃんの悲鳴？カカオ、どうしたの？出したら僕の一物に激痛が走った。そして、血尿だよ。それやばくない？あれだけ水を飲んだ上でお小水を我慢し続けたから、膀胱内で細菌が繁殖したんだわ。完全に膀胱炎よ。そんな。どうやら殺し屋として鍛え抜かれたカカオでも、我慢し続けることには限界があるようでした。ただいま。お兄ちゃん、お帰り！病院はどうだった？お医者さんに抗菌薬をもらったよ。しばらくはちゃんと水分を取ってトイレで出せってさ。バカね。小便我慢大会まで我慢する特訓はもうできないんじゃない？ああ、普通におしっこの我慢でターゲットの P ホールドに勝つなんて無謀だったってわけだ。お兄ちゃんでも我慢の限界はあるんだね。じゃあ、もうターゲットは普通に消すの？いや、一度決めたからには、P ホールドは必ず、小便我慢大会で我慢させて殺すんだ。でもどうやってするの？あなたは P ホールドには我慢の時間では勝てないでしょ？ああ、残念だけど勝てないね。だから、秘策を使う。秘策？こうしてカカオは、二人に自ら考えついた秘策を説明したのでした。ここが小便我慢大会の会場か。今年も俺が優勝して賞金ゲットだぜ。あいつがターゲットの P ホールドだね。今日が君の命日だ。カカオは膀胱炎で排尿を我慢する修行をほとんどできないまま、この大会に参加することに。ですが、見たところターゲットで優勝候補の P は絶好調の様子。とても賞賛があるようには思えませんが、カカオは不敵な笑みを浮かべていました。
それでは参加者はステージにお並びください。今年も1000万は俺様のもんだぜ。ひょっほー、とうとう来たね。ルールは簡単、15分ごとに水を 500ml 飲んでもらいます。最後までトイレに行かなかった人、もしくは小便を漏らさなかった人が優勝です。あ、人間は水を6リットル飲むと致死量と言われているので、6リットル飲み切っても我慢してたらその時点で優勝です。まあそんな人は現れたことありませんけどね。ほらほら早く始めろ。決戦の時が来たね。それでは小便我慢大会スタート。まずはペットボトル1本の水を飲んでください。こうして大会が始まり、参加者は目の前にある水を飲むことに。やっぱり 500ml を一気に飲むだけでもそれなりに来るね。はは、余裕だぜ。余裕そうなのも今のうちだよ、殺人鬼。最初の30分、1リットルの水を飲むくらいでは、参加者からは誰も脱落はしませんでした。さあ、1時間経過。5本目のペットボトルを飲んでください。これはきつい。俺はもう無理だ。トイレ。私も無理。おっと、二人が脱落です。そりゃそうだ。最初は皆余裕そうでしたが、さすがに水の摂取量が2リットルを超えてくると、トイレを我慢できずに脱落する人が出てきたのです。そもそも膀胱の平均的な容量は300から500ミリリットルほど。その半分ほどで尿意を感じる仕組みなのに、2リットルの水を1時間で飲むなんて地獄だろ。今年も俺が優勝みたいだな。Pホールドは余裕そうだけど。残ってるやつは全員ちゃんと水を飲めよ。くそ。こうして脱落者が出る中、1時間が経過した頃に、大会側から参加者に試練が与えられました。さあ、ここで第一イベント、冷え冷え扇風機だ。嘘だろ。毎年恒例だな。なんと参加者たち全員の前に、冷たい風が出る扇風機が設置されたのです。きつい。全員脱落しろ。へへへ、Pはすごいね。寒くて辛いでしょうが、次は6本目の水の時間です。全員飲んでください。寒い。やっほー、水がうめえ。うわー、なんだ？あれは。おっと、扇風機の寒さに耐えられなかったのでしょうか。一人がお漏らしをしてしまいました。私も漏らしちゃう。誰か助けて。誰かタオルを早く持って行ってあげて。地獄絵図だ。誰も俺には勝てないんだよ。扇風機という試練が追加されたからか、我慢ができずに次々と漏らしてしまう参加者たち。1時間半が経過。7本目の水を飲んでください。あとあいつだけか。そして気づけば参加者はカカオとピーだけになっていたのでした。お前なかなかにやるな。でもそろそろ限界なんだろ。確かにきついね。俺はこの大会に向けて毎日小便を我慢する修行をしてるんだ。初参加のお前には絶対に負けん。僕だって負けられないんだよ。はあ、なんだ、やつの顔色が良くなった。僕は精神統一をすることで一度だけ尿意をリセットできるんだ。これで僕は尿意ゼロさ。嘘だろ。バレていないようだね。実はカカオはズボンの中に小さな袋を取り付けていました。カカオは叫ぶことで排尿の音をカモフラージュをし、これまで溜めていた尿をその袋に放出したのです。これがカカオの言う秘策というか、イカサマ作戦だったのです。さあ勝負はここからだ。クソが、絶対に負けねえ。次は8本目の水を飲んでください。もうリセットはできないね。こうして大会優勝候補のピーと対決することに。3時間経過、次は13本目です。
マジできつい。僕もきつい。もう6リットル。これ以上は致死量だ。絶対に負けねえ。ちなみに大会史上初の6リットルに到達してしまいました。が、まだ元気そうなので勝負は続行とさせていただきますよ。一度隠れて排尿をしたカカオでしたが、 P の強さは異常でした。カカオが一度リセットしても P はまだカカオと戦っていたのです。しかも致死量といわれる6リットルまで到達してしまいました。13本目は大会記録を更新です。果たしてどっちが勝つのか。こちらとしても死者は出したくないので、次の試練を最大の難易度にしたいと思います。次の試練、なんだあれ。なんと今度は2人の目の前に吹雪を出す機械を置かれました。スイッチオン。うわうわ、マジかよ。次の水を飲むまでこの吹雪攻撃は続けます。これはなかなかの拷問だね。こうして吹雪攻撃で体も凍え、限界にまで達してきたカカオとピー、ついに水を飲む手も止まってしまいました。機械ストップです。お二人とも大丈夫ですか。膀胱がパンパン、もう限界だ。よし、お前がリタイアしろ。今年も俺の勝ちだ。さて時間になりましたので、14本目の水を飲んでください。こうして二人が体も凍える中、次の水に手を伸ばそうとしたその瞬間でした。おっと、カカオ選手が倒れたぞ。リタイアか。漏らしてはない。リタイアはしない。なんとか耐えているようだ。早くリタイアしろ。俺の勝ち。限界だ。とうとう排尿の我慢の限界が来て、カカオはまともに立っていられなくなったのです。ペットボトルの水は5分以内に飲み干さないといけません。カカオ選手はまだ水が残っていますよ。もう飲めない。俺は全部飲んだぞ。俺の勝ちだ。あと一口なのに、カカオ選手はここでタイムアップで終了か。こうして指定された時間内にカカオが水を飲み干せず負けてしまうという時でした。うわあ、なんだ。 P 選手どうしたんですか。なんと P が突然叫び、そのまま倒れて漏らしてしまったのです。意識がない。誰か救急車を呼べ。勝った。早くトイレに行かないと。優勝はカカオ選手だ。こうしてカカオはなんとかギリギリ小便我慢大会で優勝できたのでした。ただいま。カカオ、お帰りなさい。お兄ちゃん、きっちり優勝したんでしょうね。ああ、なんとかね。ズボンの中に排尿できる袋を取り付けていってよかったよ。それでも接戦だったんでしょ。Pホールドは強かったのね。ちゃんとトイレには行ったの？ああ、今はもうすっきりさ。もうおしっこ我慢なんてごめんだけどね。Pホールドはちゃんと始末できたの？病院からの連絡によると、膀胱破裂による腹膜炎で死んだそうだ。仕事は完了ってことだね。まさか本当におしっこを我慢して死ぬことがあるだなんて。よくやったわ。新たな殺し方を発見したわね。そこ褒めるところなのかにゃ。かなり辛そうでしたが、無事に予定通りの殺し方をできたカカオ。う、お兄ちゃん？カカオ、どうしたの？ですが、カカオは突然めまいがした後、そのまま呼吸困難で意識を失ってしまったのでした。カカオが本当にあんなやり方でターゲットを殺すとはね。Pホールドは、小便我慢大会の5年連続優勝者でした。トイレに行って負けることは許せなかったからこそ、我慢し続けたんでしょう。でも、そのせいで死ぬなんて本末転倒よね。まあ、おしっこを我慢して死ぬとは思ってもいなかったんでしょうね。
黒猫ファミリーのみんなはおしっこは我慢せずに行きたい時に行きましょう。我慢は体にすごく悪いからね。ってそうよ、カカオってばぶっ倒れてたけど大丈夫なの？カカオがどうなったかはこの後のおまけで確認してください。私またトイレに行ってきます。ああ、ちょっともうあんなにさ、みんなバイバイチー。ここはよかった、目が覚めたのね。一体どういうことなんだ？お医者さん曰く水中毒だって。水中毒？人間は水分を大量摂取しすぎると血液中の塩分濃度が低下して命の危険にさらされるのよ。あなた致死量ギリギリの6リットルを飲み干したんですって？そうだ、僕としたことが水の致死量についてすっかり忘れていたよ。もうボンミスだよお兄ちゃん。人間が1日に飲む水の量は 2.5 リットルが最適って言われてるんだから。いろいろな殺し方に挑戦するのは大事だけど、自分の身に起こるリスクはちゃんと調べてから実行しなさい。ああ、このやり方はもうこりごりだよ。皆さんも刺激を求めるあまり、無茶なことはしないようにご注意くださいね。